国立情報学研究所の佐賀と申します。本日はですね、学人クラウドオンデマンド構築サービスの利用方法と最新情報ということで講演させていただきます。まず学人クラウドという名称ですけども、これは NIA がクラウドサービスをやっているわけではなくてですね、クラウドを導入しとかですね、利活用を支援するためのですね、サービスになっております。それで今日はですね、このクラウドトラック2の前半はですね、このオンデマンド構築サービスの、構築サービスについて、ご説明したいと思います。それでまずサービスの概要なんですけども、まずよくクラウドでですね、導入しようとするとこのような悩み、例えばですね、どうやって接続しようかとか、構築とかアプリ環境の構築をどうやっていこうか、それからアプリをですね、クラウド上で使った時のノウハウがない、流通してないとか、その辺の悩みを、よく聞くことがあります。それで本サービスではですね、これらの悩みをですね、初期導入支援と、それからオンデマンド構築機能、それから、情報共有といった形でですね、サポートしていこうということが目的になっています。で、もうちょっとですね、各機能について説明いたします。で、もともとクラウドとの接続は多分利用機関と、クラウドプロバイダーの間を、サイネットクラウド接続かインターネット接続でされていると思うんですけども、このサービスを使われるときにはですね、我々がサイネットの通信業者施設に置いてます、サーバーで動いてます VC コントローラーっていうのにも接続していただきます。で、この辺接続の方法やなんかはですね、安全に接続したりとか、その辺が難しいので、この接続に関してですね、画面を共有しながら、どうやって設定したらいいかとか、その辺のサポートを行うサービスになっています。それからオンデマンド構築機能ですね。これはテンプレートベースのですね、アプリ環境構築、再構築ソフトウェアのサービスになっております。それで一つのクラウドを使ったシンプルなアプリの環境からですね、複数のクラウドにまたがる複雑なアプリの環境まで構築可能になっています。下の方の絵、すみません、これはマウスが見えてますかね。下の方の絵にありますようにですね、機関の担当者の方が、本サービスに、このオンデマンド構築機能にですね、ログインしていただいて、テンプレートを実行すると、クラウド上にですね、アプリケーションの実行環境ができると、そういったようなものになっております。それで、複数のクラウドにまたがる場合ですね、実はクラウドごとに、基本的な操作インターフェースが違ってますので、その辺が混乱のもとになるということでですね、この辺を抽象化しております。それから情報共有ということでですね、利用機関とか利用グループごとにですね、専用のウィキページを設けまして、ドキュメント類とかその辺の情報を提供しております。またリポジトリもありまして、ここではですね、チュートリアル、これはハンズオンを開催してるんですけども、それの教材とかですね。あと、NIA、すみません、ちょっと文章がおかしいですね。NIA が作成した著名アプリの構築テンプレートとコンテナイメージを提供しております。それから利用者間の情報交換の場としても利用していただくことを予定しています。で、じゃあ今度具体的にどうやって利用していくかというところに移ります。で、先ほどテンプレートという言葉が出てきましたけども、これはアプリ環境構築のですね、ワークフローが記述された Jupyter ノートブック形式のファイルを本サービスでは利用して、指しています。で、これを使った理由というのの一つにはですね、構築ドキュメントとか構築スクリプト、実行結果を一つのファイルに集約可能で、よくあるですね、ドキュメントとスクリプトの、乖離ですね、そういうものが割合防げるということが、理由の一つになっております。それでさらにですね、Jupyter Notebook 自身にもですね、拡張機能を設けまして、ちょっと下の方に画面が出てますけども、通常の Jupyter とちょっと違った形で、いろいろ運用に便利な機能が追加されております。
それで、どういうふうに、今、テンプレートをちょっとご紹介したんですけども、実際、アプリ環境を構築するためには、このテンプレートを用意していただかなきゃいけない。これにはですね、自分で作っていただくのもいいんですけども、先ほど言ったように、いくつかのサンプルのテンプレートを用意してますので、それを改造して使っていただくこともできます。それから、あと、停止とかですね、再起動とか削除とかのテンプレートも作っていただきたいと思っています。そして、アプリケーション実行環境をですね、構築していただいて、それを、コンテナ化していただくという作業が必要になってきます。それから、それで、動作確認をして、準備ができたということになります。そしてですね、今度、じゃあ、それを運用していくことになるんですけども、クラウドっていうのはコストやなんかを意識するとですね、かなりオンデマンド性というのは求められますので、じゃあ本当にユーザーのそのアプリの環境が必要な時にですね、オンにするためにですね、必要な時に本サービスにログインしていただいて、テンプレートを選択して実行としていただくと、アプリ環境が構築することができます。もちろん再起動というようなことも可能です。そして、ユーザーさんにアプリ環境を提供して、エンドユーザーがアプリを実行するといった流れになります。それで、ユーザーさんが終わったらですね、利用が終わったら、それを停止、または削除することによって、無駄なコストを省けるというような形で使っていただくことを想定しています。で、ここでですね、ちょっとオープンポーズという GPU を使ったアプリケーションのですね、環境をですね、ちょっと実行例をお見せしたいと思います。それで、まずログインしてですね、パスワードですね、これを入れていただきます。それで、テンプレートを選択するんですけども、ここではですね、ちょっと、ハンズオンのテンプレートを若干改造して使っています。それで、流れとしては、だいたいこんなような形でやっていきます。ちょっとすみません、戻って。それで GPU を利用する、説明ですね。それからアクセストークンの入力。これはどうしても、本サービスを利用するときに必要になってくる認証です。それから VC ノード。これがですね、VC ノードというのはクラウド上の、計算インスタンスを示してるんですけども、これの起動をかけます。それで、今、ちょっと、まとめて実行かけちゃったんで、ちょっと展開しているところです。それで、今回はですね、AWS の GPU インスタンスを使っています。そして、この辺がちゃんと設定されているかどうか今確認をしているところなんですけども、ノード数が1で、イメージとしては GPU のイメージを使うと。それから、VC ノードの起動がかかります。それで今、ちょっとですね、青くなっているのは実行中のやつで、今、立ち上げにちょっと時間がかかっています。すみません、これ時間を省略するために編集したビデオです。ですから、実際にはもっと時間がかかります。それから、この辺はコンテナですね、クーダコンテナを入れているところです。これでですね、一応、そのインスタンス自体の準備はできました。それで次にですね、アプリケーションとしてのオープンポーズの環境の構築をやります。で、これ今、これも NII の拡張の一つなんですけども、いくつかのステップをまとめて実行できる機能です。で、こう展開すると実行状況がわかります。で、これもですね、オープンポーズのコンテナを引っ張ってきてるんで、ちょっと時間がかかるんですけども、このビデオでは省略しています。それから、ここまでいくとですね、もう環境が出来上がったので、ユーザーさんにですね、オープンポーズを利用していただくところです。それで今、オープンポーズの元になるデータっていうのを読み出してきています。そして、これをちょっと今、一つ表示してみます。そうするとですね、メジャーリーグベースボールですかね、それの写真が出てきます。それで、これをですね、先ほどいくつかダウンロードしたイメージに対して、オープンポーズも適用しています。それで、適用が終わったので、Jupyter の方に持ってきてですね、これをですね、表示させてみると、オープンポーズってご存知の方いるかと思うんですが、画像からですね、骨格をですね、抽出するというような画面、アプリケーションになっております。大体こういうふうな形で、
あとはですね、通常はこれで止めていただくということになります。それで今度、これらのサービスの利用環境なんですけども、一応接続形態として3つ用意してあります。それで1つはですね、あ、その2つ、その3つのうち2つはですね、サイネット接続、サイネットのクラウド接続を利用します。それで、まあ、2つある理由はですね、まあ、ちょっと右側にですね、ありますようにですね、クラウドプロバイダーによってですね、ルーティングの、必要とするルーティングの機能が違っています。Azure と Sakura と北大さんはですね、L3 ルーティングで、それから AWS と Oracle は L3 プラス BGP という形になっています。それで、まあ、この辺の L3 プラス、まあ、この辺の機能を全部お持ちの、この辺のルーターを全部持たれている利用機関については、利用機関のルーターで接続します。それから、まあ、BGP を持ってない、機関の方というのは結構あるので、その方のためにですね、VC コントローラーの中にですね、BGP ルーター、ソフトウェア BGP ルーターを設けておりまして、これで利用していただくことができます。それから、あと、インターネット接続ですね。これはですね、まあ、VC コントローラーとクラウドの間を IPsec でつないで、利用機関とクラウドプロバイダーの間はですね、利用機関のプリシに沿った接続をして利用していただきます。それで、まあ、利用までの開始時間、流れとですね、時間はこのような形でですね、だいたい7ステップぐらいになっています。それで、まあ、青いのがですね、申請ですね、まあ、クラウド推進しての申請という形になります。それから赤いのがですね、まあ、一緒になって、我々とですね、利用機関の方が一緒になって、操作するような作業をやっております。作業を示しております。で、まあ、接続までに要する時間としては、だいたいサイネット接続でだいたい5週間程度、インターネット接続で2週間程度となっております。で、まあ、サービスの利用についてはですね、まあ、サポートしているプロバイダーとしては、ここに書いてあるようなプロバイダーを用意しています。オンプレミスシステムも、オンプレミスでですね、プライベートクラウドを立ち上げている方は、まあ、VMware に限っては、サポートいたしております。それから対象利用者としては、大学研究機関などの、研究室とか学部とか機関全体などの組織としております。で、まあ、教職員の方の個人ではちょっと申し込めないことになっております。それから利用要件としては、学人へ参加していただくことが望ましいことになっています。オープン IDP でも利用可能なんですけども、ちょっとやはりサービスレベルの問題で、学人にしていただきたいと思っています。それから利用料金としては、本サービス自体は無償で、無償です。それで、クラウドプロバイダーや接続の回線なんかは、利用者と書いてありますから、利用機関の負担となります。それで、まずですね、結構正式に申し込んでですね、先ほどやった、書きました7ステップのことをやっていくのはちょっと大変なので、まあ、簡単な申し込みで利用できる使用環境をご用意しております。それで、まあ、これで有用性を確認していただいてから、まあ、正式な申し込みに移っていただくというようなことも、というようなことをお勧めしております。もちろん、使用してですね、使えないなと思ったら、そのまま使わないでいただいても結構です。それから、あと、通常ハンズオンセミナーというのをやってるんですけども、まあ、今年はちょっと COVID-19 の影響でですね、開催をちょっと停止しています。それで、まあ、再開はですね、メーリングリストとか、ウィキページでお知らせいたします。まあ、情報は下の方に書いてあるところを参照してください。で、まあ、最新情報なんですけども、まあ、昨年のフォーラムからの差分としてではですね、サクラとかオラクルのサポート、それから、まあ、GPU の情報の可視化とかですね、計算資源の停止再起動機能の追加とか、テンプレートをですね、いくつか正式に提供しております。で、まあ、今後の予定なんですけども、まあ、公開のアプリケーションテンプレートの拡充とか、機能の向上、それからハンズオン、リモートでのハンズオンの、
整備とかですね、利用者間の情報交換とかの整備などを予定しております。で、まあ、ご意見、ご希望もですね、お寄せいただけるとありがたいと思っています。以上です。